はい、どうも、電気ガス水道契約しておりません、うちみるでございます。まあ、この3人家族で生活しておりますけども、今日はですね、暑い夏ということで、うちの水場をちょっとご紹介できたらなと思います。まあ、人間にはもう水っていうのは欠かせないもんですからね、何かと必要になるものだと思うんですけども、まあ、うちはそれをね、運よく掘り当ててありがたく使わせていただいてます。3年ぐらい前になりますかね、うちの嫁が畑の水はけを良くするために水を掘ってたんですよね、畑の周りにね、スコップで。そしたらですね、ある時急にやたらドロドロしてきて、気がつけばもう小川になってしまったんですね。あ、これは溜めて使わなければって言って、もう突貫工事で廃材のね、土管みたいなものを設置してですね、それに水を溜めて蛇口つけて、まあそんな風にしてやっておりましたけども、まあおかげさまでですね、冬も凍らずに使えてますし、まあ気がつけば水道代を払わないで済む生活が実現できてるかなという感じですね。まあこう暑い日だと、もう子供の水遊びしたりですね。で、まあちょっとね、残念ながら簡単な水質検査したら硝酸の値がちょっと高くてですね、ごくごく飲むにはちょっと適さないなということで、飲み水だけは別のところに行って、車で行ってですね、100リッターぐらいドーンと汲んで帰ってきて、お米炊く水だったり、朝飲むコーヒーの水だったりっていうのに使ってますね。で、この水の主な使い道なんですけども、まあご飯食べた後の食器洗うですとか、一番は子供のおむつ洗う時ですね。うちは紙おむつあんまり使わないで布おむつでやってますんで、洗濯物がいっぱい溜まるんで。で、しばらくね、その突貫工事のまま使ってたんですけども、ここも大事な場所にしたいなということで、今はちょっと東屋をね、水場のところに設置しようかなっていうので加工してる途中ですね。はい、そんなわけで、まあうちみるの生活8月号でございました。皆さんどんな水と一緒に生活してますか？それじゃあまた来月にお会いしましょう。バイバーイ。